この映像資料は、文京区の各避難所に配備されている避難所開設キットについて、その概要とキットを活用して避難所を開設する流れをイメージするために制作したものです。避難所開設キットの目的や概要のご説明と行動手順のうち、はじめにやることの使い方を再現する映像から構成されます。避難所開設キットについてご説明します。災害、特に震災が発生した直後は、誰が避難所に参集でき、何人が開設に当たれるかがわからない状況になります。避難所開設キットは、避難所に参集した誰もが開設・運営ができるように、行動手順書や掲示物等が収納されたものです。避難所に最初に参集した人が開設キットを開け、まず最初に、はじめにやることに取り掛かり、その後、20人以上が参集した場合は各班に分かれた行動、20人未満の場合は20人未満の手順書を見ながら避難所の開設から運営を進めていきます。この映像では避難所に参集してから最初に取り掛かる行動が示されている初めにやることの使い方を再現します。避難所開設キットは各避難所の備蓄倉庫等にあります。場所を確認して倉庫から運び出し、学校入り口付近など参集者が集まりやすい場所まで移動し、キットの中身を確認してまず初めにやることを取り出します。次の映像から初めにやることを使った避難所の開設を再現します。初めにやることのナンバー1は、避難所に最初に参集した方が読み、これからの避難所開設を落ち着いて進めるために、何を行うかを指示する人と実際に行動する人を分け、避難所開設キットの行動手順書を使いながら、避難所の開設を進めていくきっかけとします。それでは、避難所開設キットを開けましたので、ここからこのキットの手順に従って避難所の開設を進めたいと思います。1番、まずは深呼吸、一度深呼吸をして落ち着きましょう。この後、手順書を声に出して読むリーダーとその人をサポートするサブリーダーの決定や、全体行動確認表を使用した進捗状況の確認など、避難所開設キットを使って避難所を開設するための要点を確認していきます。じゃあ手順書の2番に行きます。備蓄倉庫から黒ボックス、青ボックス、ゼッケン、ヘルメット、感染症対策用品、これを取り出していただきます。この場所に持ってきましょう。じゃあ畑野さんと古川さんにお願いします。はい、終わったらこちらに、この手順書を持ってきてください。はい、わかりました。取ってきます。ナンバー2は、避難所の開設に必要な備品を取りに行く行動の手順書です。備蓄倉庫の場所と物品を確認して、まず必要になるものを運び出します。避難所開設キットには、備蓄倉庫の場所と倉庫の中の備蓄物資の配置図があります。手順書には、区職員の方が来たときに渡す手順があります。3番です。今、高野さんが到着してますので、高野さんにお願いします。無線連絡です。よろしくお願いします。はい。ナンバー3は、区職員が避難所に到着した際、区役所にそのことを伝達するための手順です。避難所参集職員からの報告を受けた区役所では、連絡を取り合えるようになった避難所の状況を集約します。では次の手順、4番に行きます。正門や裏門にグラウンドまでのコースとして、掲示物を貼ってください。すでに避難者が避難所前に来ている場合は、グラウンド内の空いている場所に一時的に誘導をお願いします。じゃあ4番、お願いします。はい、ナンバー4は、避難所に来たばかりの人がどこへ行っていいかわからず、混乱した状態になってしまうことを避けるため、
一時的に待機する場所を伝える掲示物の貼り出しです。すでに避難者が避難所前に来ている場合は、グラウンド内の空いている場所に一時的に誘導します。次に 4-1 番に移ります。事前受付の設置です。体調不良の方が来たときに早期発見できるように事前受付を設置します。設置場所は校門入り口など広くスペースが取れる場所を決めたいと思います。じゃあお願いします。はい。ナンバー 4-1 では、新型コロナウイルス感染症等の感染症拡大を防止するため、避難者の待機場所で検温等を実施し、発熱のある方などとそうでない方を分ける事前受付を設置します。事前受付で行った検温等の結果により、体調不良の方と体調不良でない方でグラウンドの待機場所を別々にします。次に5番の掲示物の貼り出しをします。校舎内の安全確認が終わるまで避難者の方が校舎内に入れないようにするために4種類の掲示物を貼っていただきます。場所はグラウンド入り口側の門付近、もう1箇所は校舎入り口側の門です。それじゃあ片野さんにお願いします。はい、行きます。ナンバー5は避難所開設の準備が終わるまでの間、避難者にグラウンド等で待機していただくための掲示物の貼り出しです。掲示物は避難者へ待機や協力を求めるものや帰宅困難者の方への案内等、全部で4種類あります。6番の施設内の安全点検をします。これから施設内の安全点検を行っていただきます。2人1班を編成して、できれば3班以上なんですが、今はいる人間で対応したいと思います。担当者が決まった後、黒ボックスから軍手などを取り出して作業をやってもらいます。じゃあ黒川さん、はい、お願いします。ナンバー6は避難所となる学校等の安全点検をする手順です。担当者を決めた後、黒ボックスから軍手などを取り出して点検作業を進めていきます。安全点検は2人で1班を編成し、できれば3班以上でチェックリストを使って行います。点検中、危険箇所があった場合は、立ち入り禁止テープを貼って二次災害を防止します。次に7番の施設内のライフラインの確認を行います。施設内でガスが漏れていないか、電気がつくかを確認します。教職員の方がいれば、電話、ファックス、インターネットが使用できるかも確認をしてください。必要な人数は2人です。2人で裏面のチェック表で確認してきてください。すみません、高野さんもお願いできます。はい、行ってきます。ナンバー7は、電気、ガス、通信といったライフラインの正常を確認する手順です。特にガス漏れは、大きな被害が発生する原因になる危険性があるので、優先的に行います。教職員の方がいた場合、電話、ファックス、インターネットが使用できるかも確認します。次に8番の飲み水の確保をします。避難者の飲み水は受水槽の水を使います。濁り水が入らないように、受水槽の給水バルブと揚水バルブを止めます。2人で行います。では、安藤さん、お願いします。はい、対応してきます。ナンバー8は、避難所で飲み水を確保する手順です。震災が発生した場合、避難者の飲み水となる受水槽に濁りが入らないよう、給水と揚水のバルブをどちらとも一旦閉めます。9番は区の職員が来た時にお願いする手順です。職員室にある防災行政無線で避難所が開設できるかどうかを報告していただきます。お願いします。はい。ナンバー9は、ナンバー6で実施した施設内の安全点検の結果をもとに、避難所が開設できるかどうかを判断して、区役所にその結果を報告する手順です。
実際の判断では協議会会長や学校教職員とも相談して開設可能かどうかを決定します。避難所の開設ができることを確認しましたので、これから避難所の受け入れ準備を進めていきます。10番の土足禁止スペースの周知です。居住スペースとなる体育館に土足禁止の掲示をします。畑野さんお願いします。はい、行きます。ナンバー10では、居住スペースとなる体育館の衛生環境を悪化させないために土足禁止を徹底する手順として、土足禁止の張り紙をします。では初めにやることの最後の手順です。本部及び班編成です。一度全員を集めて人数を確認してください。おそらく20人以上いると思います。20人未満等では今後の対応が違うんですが、20人以上としてこれから対応していきます。ナンバー11は、避難所に集まった人数が20人以上か20人未満かによって対応が異なりますが、ここでは20人以上が集まったと想定します。まず運営本部班を決め、他の4つの班に参集者を分けます。各班で班長を決めてゼッケンとケースを渡します。各班はケースの中の手順書に従って行動を開始します。各班の行動については、避難所開設キットの活用運営編をご視聴ください。